1928年に女性初の大西洋横断飛行に成功したアメリア・イアハート、当時30歳が着用していた革製のヘルメットがこのほどオークションにかけられ、82万5千ドル約9500万円で落札された。なお落札者は非公表。イアハートは1937年に赤道上の世界一周飛行に挑戦したが南太平洋で行方不明となり、遺体や機体は発見されなかった。